はい、おはようございます。本日は、中央東線の新津駅に来ております。隣穴山と韮崎、ちょっと行くと甲府ですね。ここは山梨県の韮崎市ということで駅なんですけど、2面2線の結構長いホームですね。ずーっとこちらの方まで長いホームが続いておりますね。で、駅からの眺めが結構いいですね。このように景色ともっと遠くの山まで見えるんでしょうけど、今日はちょっと曇っちゃってますね、残念ながら。はい、でなんかこのベンチが面白い。あれですかね、雪が椅子のところに積もらないように工夫してあるんですかね。で、乗車整理券発行機とお知らせと、これはあれかな、切符の回収箱かな。で、時刻表です。結構本数ありますね。はい、で運賃表もありますよ。身延線、相田線まであるし、懐かしい、一ノ瀬がありますよ。一ノ瀬がありますね、懐かしいです。で、所要時間もここになりますね。中央特快とか書いてあるよ。もう甲府とか山梨県来るともうあれなんですか、首都圏とかに入るんですかね、関東圏と言いますか。はい、で反対側のホームに行くには、この下を一回駅を出て、向こうのホームに行くということで行ってみましょう。よいしょよいしょ。なかなか駅前はなんか大きな道路とかに面してるわけでもなくて、団地の中にあるような感じなんで、ちょっと面白いですね。なかなか見かけないと言いますか、このような無人駅は。新津駅と、このようになってますと。で、公衆電話とポストがありますね。で、こっちへガード下をくぐっていきます。お、風が春先なんで寒いです。ちょっと風もちょっと強いですね。手先も冷たいですね。シンプル。で、こっちもなんかありますけど、またね、階段を上ってホームへ行くということです。新富桃源郷のご案内、案内です。城跡があるみたいですよ。結構高いとこに駅があるから階段が急ですけど、こっちも時刻表あります。なんか晴れたり曇ったり変な天気ですね、今日は。新富、さっきスーパーズサが通過してきましたけど、なかなかスピード出しててかっこよかったですよ。どうやら近くに撮影地があるらしいんですけど、まあ、全然知らないです。あんまり撮影とかには積極的じゃないので、あんま知らないんですよ。ごめんなさい。駅のホームが狭いですね、それと。非常に。ちょっと危ないかもしれないですね。で、この駅トイレないですね。あれなんだろうと思ったら、なんか入れない、隠したら入れないわ。はい、では今回は、中央東線の新富駅でした。